今日も顔面が白すぎて無理。ハロー、みんな今日は何したの？まあ、今日は月曜日なのであれだと思うんですけど、なんだ仕事。寝たいけどマジで寝られへん。今日は絶対寝られん。てか明日も絶対寝られん。今日と明日は絶対寝られん。昨日はワンちゃん寝れたけど。マジ無理、眠い。やっぱみんな仕事やな今日は。焼肉食べたの？いいな。いいな。生誕終わりに行きました家族で焼肉。それ以来食べてないぞ。こないだですけど。え、ポテト食べたすぎて無理。マジでダイエットしなやばいのにさ、ポテト食べたい。あさっては何日だ？今って何日？てかもうすぐで10月入るよな。やば、マジでやばい。休みないですね普通に最近は。あーらしい。あと15分でお披露目から1周年です。わーい、今日せいよー。わーいわーい、早いな。え、早くない普通に。あ、待って、明日から10月1日仕事、やば。え、9月終わる？もうあと15分で終わった。それはやばい。普通にもうすぐ周年。アイスサインが届くん。え、それは楽しみ。え、でも案外さ早かったな。レナの中では10月の中盤ぐらいやと思ってた。みんながさ忘れた頃に届くって言うから案外忘れてなくない？いやけど結構前っちゃ前か。夏休みぐらいやったもんな学生の人たちが。学生の人たち、一応学生ですけどね私も。明日からか、やば。生いっぱいだかかってた。絶対美味しいじゃん。やば、まだ10月、間違った、まだ9月あると思ってた。やばいね。一昨日の晩ご飯何食べた？え、何そのなんかあの記憶が大丈夫かみたいな質問。今日とか昨日とかじゃなくて、一昨日ってなんかレッスンだったっけな、公演か。昨日がリハで、一昨日もリハ？ん？今日がリハで昨日リハで公演？お弁当でした。公演はお弁当だね。うん、みんな大体明日届くんや。案外忘れてないさ時に届いたな。え、今年も残り3ヶ月やばい。え、てかレナは来月におばさんになっちゃう。じゃあ再来月、今日はあと15分後に来月におばさんになる。楽しみ無理。楽しみだ。え、あと3ヶ月で今年終わるとか普通にやばいわそれは。え？え、忘れてたのみんな。案外忘れてるん。え、知らな。え？忘れてたんかい。エレナ結構、まあレナはたくさんみんなに書いたからあれかも、覚えてるんかな。あ、2ヶ月もマジ撮ってる。目の感じ違う。え、嘘やん、いつもと一緒っていうかすっぴんだからかな。今日メイクしてリハしてたんですけど、お風呂入りたすぎて入っちゃいました。
え、夏休みないですね。私夏休み大学に行かなダメなんですけど、通信なんで。本科生が夏休みの時に大学生なんですけど、今回全部お仕事でスクーリングがかぶって、マジで全部、そう、なんか仕事の次の日とかじゃなくて、もう当日全部かぶってた。行けなかったですね。はい、やばい。後期に頑張りますとか言ってな。やばい、あと3ヶ月は普通にやばいと思う。そう、認知症テストやったな、一昨日のご飯とか。周年やばい。え、ほんまにあと3ヶ月で寒くなる？え、そこって感じやけど。え、マジで最近さ、普通に北極の、北極熊の心配をしてるんやけど、え、マジでさ、今この時期にこんなに暑かったらマジで5年後とかさ、北極とかやばいんじゃんってめっちゃ思うねんな、レナ。レナが心配したところでやねんけど。北極熊どうしようってずっと思ってる。なんかあのレッスン終わって家に帰るまでの道とかで、北極熊今めっちゃ暑いけどさ、もう9月やんなとか思って、北極熊って5年後とか大丈夫なんかなとか思ってます、勝手に。勝手に思ってる。気のせい、いよーん。すっぴんだけど、すっぴんで顔の色がないけど。みんな明日届くらしい。楽しみにしといてな。生命誕生。生命誕生です、もうすぐ。いや無理、楽しみで無理。2年生になれないですよ、きっと。なれますっていう流れで言いそうになったけど、なれないですね、きっと。多分きっとなれないです。はい、きっとなれないですね。え、マジで一生ホッキョクグマの心配をしてる。おつれな。いやんな、すでにやばいやん絶対。北極熊がだってさ、氷からさ滑り落ちてる動画とか見て、そういうのも見て5年後大丈夫かなみたいな、心配してる。そういう動画を見た上でね。そうそうそう。え、そうそう、氷がなくなってて、なんか氷から滑り落ちてる動画とかを見た時に、なんか、え、5年後このまま暑かった大丈夫みたいな、やばいんじゃんって思いました。ホッキョクグマに感謝された、大阪弁で。やばいよな、普通に絶対嫌やもん。ホッキョクグマとか普通になんか追ってほしい、一生。頑張って、レナたちも頑張ろう。なんか水を止めるとか。温暖化にあれなんか分からんけど。3歳、ある、マジ2歳とかある記憶。じい最近見たわ。見てない感じで言ったけど見ました。見た、普通に見てる。まあまだ暑いから、まあ、もうちょっと、あと2週間後ぐらいになったら出えへんかもな。でも2週間やったら出そうやけど、1ヶ月後ぐらいやったらまあ大丈夫そう。え、マジ地元の祭りに行けへんのがほんまに悲しすぎて。ホッキョクグマかわいそうやねんな、マジで。猿の動画もずっと見てる。え、子猫とかマジわかる。え、猫がさ、ガラス張りにさ、ご飯食べてるのを下からさ撮ってる人とかいるやん、たまに。あれがマジでかわいすぎてさ、一生見てる。何このベロみたいな、肉球かわいいとか思ってずっと見てます。うんうん。それな、5年後マジでホッキョクグマとかやけどさ、自分どうしてるんやろ。え、どうしよう。でも通信はワンチャン6年から8年ぐらいいけそうやから、まあまあまあ5年は余裕。5年はもう
ほぼ学で大学生ですね、まだ多分辞めてるかな、もうなんでそんな動画見てるん、なんか流れてこへん、ホッキョクグマが氷から落ちてなんか北極があったかくなってますみたいな、温暖化の影響でみたいな感じ流れてきて、北極グマやばいやんっていうね思いを抱いております。そうやね、周年婚の日がマジで地元お祭りでマジで最悪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 って感じですね。あの祭り周年婚がじゃなくてですよ、かぶってるのがね、マジで今まで行ったことない日がないので、入院してる時以来なんか自分でもなんで行けへんのやろどういうことだろうってね思ってます。まあ大学はまあ一生折れる感じ一生折ってもいいかなみたいな。でも一回辞めたとしてもなんか大学っていつでも行けるから、なんかほんまは後期のあのお金を振り込む時期がもうすぐみたいな、お母さんから連絡あって、で学費とか全然自分で出してないからでなんか前期でマジで単位ゼロやねん、ガチのゼロ、マジさ出席日数1日とかそういうのじゃなくて、マジのゼロで、であの単位が本当になんか 0.1 とかもないです、ガチのゼロ、もう 0.00 みたいな。でなんかお母さんもそれ知ってるから、なんかあの、あんた大学どうすんのみたいな、11月の分あの連絡来たよみたいな言われて、どうしようみたいな、一旦休学しよっかなみたいなちょっと自分にやばくなっちゃって、あのコンサート期間とかもあって、なんか一旦休学しよっかなみたいな、それか一旦やめよっかなみたいな言ったけど、なんかお母さんが勝手に払ってました。もうレナやめるって言ったね、やめるっていうかあの一旦休学するわみたいな、休学というかマジでなんか学校に通ってないから休学とかないねんけど、もうレナに関してだってさ、前期に単位取ってて2年生になれそうで、でも仕事が忙しいから休学しますわ、休学やん、ちゃんとした。もうレナに関してはマジで一回も行ってないし、ゼロ単位で休学とかいう言葉がないんですよ、もうまずなんか休学のようなもんやん、一回も行ってないからけどレナはもう一回も行ってないけど、なんかもう一旦無理みたいな思って、なんかだってさ、もう今回単位ゼロで、でもう絶対11月もやばいやんって思ってさ、でもなんかお母さんが勝手にお金払ってくれてた終わった、なんか頑張ってやらなあかんし、なんか頑張りますって感じマジでさ、マジで LINE 見たらなんかレナがちゃんと自分自主的にあの休学しますってママに送ったんですよ。休学するみたいな、一旦休学するわみたいな、11月は一旦休学みたいな言って、そんでなんかあの話がなんか OK みたいな来てて、うーよかった一旦大学のことは忘れようみたいな思ってたんですけど、なんかその後にお母さんに会って、大学さみたいな、次の前期だから今月の大学も全部行けませんっていう連絡をしようと思って、高校の何日のやつ行けへんわみたいなお母さんに言ったら、あ結局なんか11月は行くようにしたよみたいな、はぁ何してんの勝手に、忘れたかったのにっていう優しさをね逆切れに思ってしまったんですけど、まあでもなんかありがたいなと思いましたけど、けどなんか11月のやつ受けますっていう報告を結構数ヶ月前にしなあかんくて、なんか今しなあかんねんけど全くしてなくて、マジでやばい、ほんまになんか投資、大学に一回も行ってないしゼロ単位やし、先生 もう生徒も何にも分からんのになんか謎に投資しててマジでウケるマジ投資なんやけど、ボランティア、普通にボランティア活動でやばいマジで単位取らな、ほんまにマジでボランティアの人になるから、マジ頑張ります、はい、マジ頑張るわ、普通に頑張るわ、ほんまにやばい授業。でもさ、なんかワンチャン通信やからゼロ単位なだけで、そういう感じじゃない、だってなんかこっちの大学に通ってたらワンチャン通えてたからみたいな、で行かなあかんやん、今気づいた、このカードレアと普通のやつあるんや、キラキラ
ほら、こっちキラキラついとけ。こっちキラキラついてなかった。知らんかった。かわいい。マジでさ、普通に投資ずっとしててやばいって。だからレナは一旦やめようって言ったね。一旦休学みたいな。もうとりあえずもう無理と思って、もう一旦休学しようみたいな。もうそっからやみたいな。話はそっから。話はそっからすぎて。だから言ったのに、なんか優しさで、なんかまあ行けなくても行こうと思った時に行けるようにお金振り込んどいてよ。マジ優しくない？優しすぎて。けどもうそれがなんかオーマイガーマジかーみたいな、うわーオーマイガーって思いました。なんかキャンセルすればいいんだしみたいな、行ける時に行ってちょっとでも単位取ってたらいいんだよみたいな言ってくれて、マジやさーって思ったけど、もうそれ優しい気持ちも分からねん、レナには分からねんけど、うー一旦休学うわーみたいなね。そう、なんか葛藤ですよ。なんか優しい気持ちもめちゃくちゃ伝わんねんけど、なんかうー11月うーうーってなって、ちょっとちょっとつらん。マジでさ、なんかマジで今回がほんまにマジのゼロ単位やから、マジでなんかもったいないし、なんか申し訳ないから、11月はマジで絶対にほんまに行かなあかんなって思ってる。でもさ、なんかレナの大学っていうか、もう多分他の大ね、なんかレナの大学は全然緩い方で、なんか他の大学とかはマジで2週間とか行って3単位とか2単位とか1単位しかもらえへんねんけど、なんかレナの場合は1日とか1日半行ったらその科目は単位がもらえるんですよ、1単位。だから例えば数学が入ってたとしたら、数学じゃないけどもっとなんか大学っぽい名前ですけど、大学まだ行ってないのでまだ高校の感じで言ったら、なんか数学が23、24みたいな、23の1日と24の12時までを全部行ったら1単位みたいな、結構なんか楽な方なんですけど、けどなんかレナのさ仕事的に行けへんやん。例えばさ、24が1日大学行けたとしても、次の日が公演とか、次の日朝から仕事やったらもうそれはゼロ単位なんですよ。だからもう投資みたいな、マジ投資しててお休みって感じような。だから今からも頑張ります。はい、今からも頑張りたいと思います。大学じゃなくて一旦ね、大学のことは忘れてるので今は。エムリー踊らない、今から頑張ろう頑張ろう、北極熊頑張ろう、おやすみ、頑張ります、頑張って踊ります、そして明日も朝から頑張ります、バイバーイバイバイ、おやすみなさい、おやすみ。バイバーイ、おやすみ。